眩しい方いらっしゃると思うので、私が行ってきます。まず1回戦は魔法戦争対トモトン、こちらの2チーム非常に後回しになります。1回戦なので、0回戦を先にやってからやりますので、この2チーム後回しです。先に、0回戦、この後全部0回戦です。行ってきます。二条の月球場対千鬼化ネバランド2チーム、この次、君いい体してるね、ごめんなさい、この後書いてないんで、ちょっと略称で、君いい体してるねチーム対リク。右上行きましょう、イゴールの花対ドリームクラブ、メジャー2点。はい、お兄ちゃんとベンジャムシー、センスとクライチーム。この次、失礼しました。最年長対クルーズ名。最後が、ノテボロー対キングダム。当てて、じゃあこれでやらせていただきます。早稲田式なので、最初はじゃんけんで、最初に立ってじゃんけんしていただき、 1P2P、ね、大会進行中はこういうことがないように設定しようと思いますけれども、もしあったらまた教えてください。同時だし早稲田式でやらせていただきます。何か、質問ある方は今のうちに何か手を挙げていただければ大丈夫ですね。歴戦の、はい、はい、じゃんけんでやらせていただきます。はい、大会上ルール、もう一つあります。対戦中レバーが効かない、ボタンが効かないなどありましたらね、その場ですぐ立ち上がり、手を挙げてください。私が、店員さんに分かるように何かしらの防御を取っていただければ来る気づきます。その瞬間、その場でゲームストップさせていただきます。できる限りラウンド数、体力、バーストを一応覚えておいてやりたいですが、もし両者の、はい、ご了承があるならば、最初からリスタートという形でやらせていただけるそうなので、まあ、とりあえずはですね、何かレバーなど不安か、何か、故障などありましたらすぐその場で手を挙げてください。私の方でね、ストップをさせていただきますので、はい、じゃあそういうことなので回していきましょうか。一連進行ですが、このゲーム非常にスピードが速いですね。はい、終わると思います。ビードロック球場、はい、ありがとうございます。ビードロック球場、トーナメント球場、はい、デロンズ球場、はい、ビードロック球場、はい、スピードロック球場、最初はグーで、ジャンプで、最初はグー、ジャンプで、ほい。はい、じゃあそろそろ1回戦始まっていきますよ。バンキング、どちらか、バンキングは、スタバー、すいません。店員さん、店員さん、はい、あなたです。すいません、これを外してもらっていいですか。じゃあ今日はあれですね、全然名刺がない店員さんにお願いしてしまった。実況の方、すいません、ちょっと、すいません、あ、いつもありがとうございます。すいません、すいません実況をお願いしようかなと。今日そんなに実況を配信していく感じで行こうかなと。いつもお願いします。電気車で番組、はい、こちら側でお願いします。実況はね、いつも大会の実況とかをされてるお兄さんですね。今日はね、ちょっと切符をすでに持っているわけでは遊びには来てないみたいなので。ワンピーこっちじゃないの？すいません、無駄りました。前日のレバー組、ワンピーこっち側です。すいません、壁側の方です。ついてくれないとわかんないんで、すいません。今日なんかすごい目立ってるんで。ちょっとここから盛り返しましょう。あ、ごめんなさい、すみません。ラオさん、こちらが 2P だというか私のフィギュアです。先方同時橋なので決まりましたか。はい、じゃあお席に座ってください。はい、準備 OK。 あ、座ってて大丈夫ですよ。さあ皆さん、ごめんなさい、すみません、開始からこんなに時間かかってしまいましたが、あ、お兄さん、
はい、ではこちらのマイクでお願いできますか。そっちでやるんですね。両方使って大丈夫。片方だけ、このまま大丈夫です。あ、こっちでも出るかな。あ、ありがとうございます。公式のね、実況初めてなので、ちょっとテンパってるところがあるかもしれませんが。さあ、そういうことなんで、ビゾノクシ、B4U2 大会、盛り上がっていきましょう。スタートボタン押してください。あれ持ってきて、トーナメント上のようこそ、ベルベット。ここは、夢と現実、精神と物質の狭間にある。ワンピー側、セン北ネバラン組チーム対ツーピー側、溝の口球場。ワンピー側、ユキコアさん、ツーピー側、おっと漢字。しかもこれよく見たら、裏漢字ですね。王座防衛なるか。この組み合わせ。実況やってるとね、いろんな組み合わせ見ますが、この組み合わせは初めて。高山くん、お互い様子見、雷。ここはバースト。スタートする。ユキコがここでここしか上に上げて、アギ使ってまだ亀梨追い込んでいる。ヤンの角が強い。戦争投げて、とりあえずユキコ側としてはこの位置をキープしていますね。お互いさん、アペルトナブイク TB カウンターヒット。小木爪、これは逆切りで今日ヒッティング。ペルスナブレイク、ユキコ側がペルスナブレイク、スタートする、始まり。センスが強いから、ジャンエ。様子見、D を押し当てて、TB から、スタートする、追撃。置き攻め、ショートジャンプ、引っかからず、感じ、西。ヒア、避けて、C 投げ、スタートする、バンバン。これ、どれぐらい減るのからの水投げ。これが入ってゆきこ、さすがに耐えきれない。さあ、先鋒戦1ラウンド目、先に取るのは溝の口球場の幹事。さあ、裏回りハンターヒット、8位しろ中段フェンス投げて、ペルソナをうまく使い、斜めにも戦争を投げて相手を近寄らせない。ここで逆切れ、立ち位カウントヒント確認して、下段。Cから中段を打って、ジャンピー取る。ここで C 投げ。追撃は、小木攻め重視。TB。さあ、お互い、攻め手が。あ、どうだ、先に触った。漢字が変わり、ユキコがバースト。ジャンビーから西、暴れ潰し。さあ、この組み合わせ、やはり漢字近寄りづらいのか。2ビーカウントヒット、つながらず。ワンモアバースト。お、これは投げ目的がある。おー、技が急に出てこない。さあ、1-1、最終ラウンド。これはかなりの男気ダッシュ。大木攻め、ここでさらに投げて、これが投げキャラ。連打して今度は立ち、リビーカウントヒット。さあ、しっかり見ている。ここで覚醒をして、どうだ、すごい跳ね返ってくる。ここまで、わ、こんなに漢字動けるんだね。さあ、早稲田付き、すごい漢字のあれはやばい。さあ、大将出てくるのはバトルフェアリー対ガオーの純平。さあ、ガオーといったらグレイブルー界ではバング使っている印象がありますが、
ペルソナでは純平、やはりネタキャラ使いなのか。ディズル対純平、さあ見ていきましょう。純平師範大開幕。さあ純平全然ね見たことがないんで申し訳ない、技名が全然出てこない。がしかしミスルはわかる、散々やられた。シール固める、ここで逆入れ。さあやはりこのゲーム、まだミスルは強いのか。さあ純平がワンポポスライディング、安全に野球少年スライディングから、これで点数を上げていくと。逆切れガードからのカウンターヒット、ここっすか。立ちさあビーツルどうする、スライディング。さあ差し合い、この距離の差し合いはさすがにビーツルに分がある。変化キック、してからの、さあ後ろの鏡は当たらず、なかなか隙がない。やれ、さあそうだ、カウンターヒットからの、これはゲージを使って使っている、まさかの空振り。スライディング、スライディング、スライディング、滑り込むな。使ったらもう一回出せばいいよと。さあ一本順平が取っていく。さあどん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 立ち位からどんどん固めていく、なかなか順平が苦しそう。さあここで立ち位、上りジャンピー、急降下つついて逆切れガード、これで簡単もらったところにバーッと逆切れで潰していく。さあこれで順平側体力が減り発生、おっと SB 出て続いて、おっと体育を誘っていたか。さあ来た、これは知っている、高速化ガードされているか。さあ単純に立ち位からのコンボだけでここまで来た感じ。順平が体力残り1割ちょっと、いや1割もない。ジャビジャグ切れ、カウンターを狙って上に勝ち上げて、うおー減るーさあ溝の地球上勝利。さあ0回戦もう1試合いきましょう。君いい体してるね、チーム対陸。はい、代表者、代表者いい体してるね、陸チーム代表者いらっしゃいます。陸チーム、はい、こちらの方とジャンケンしてください。はい、じゃあグー、ジャンケン、はい、マンピーはこちら側です。じゃあ、はい、じゃあいい体してるチームはマンピー側で、はい、じゃあこちら。さあ、肉チーム 2P 側。はい、あ、もちろん、もちろん。少々お待ちください。はい、です。今日はね、大会に参加する人もね、いっぱいいるし、大会に参加しない、ね、ギャラリーしに来てくれた人もいっぱいいるので、盛り上がってますよ、会場。ウルトラスープレックスホールド、観戦するだけでも楽しいですからね。はい、まだスタートボタン押さないで。陸チーム先方決まりました。はいはい、わかりました。はい、さあ両者決まりましたのでスタートボタン押してください。ワンピー側、君いい体してるね、直吉ギルドに入らないかチーム対陸。夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。さあ、今大会最長チーム名、チーム対最も短いチーム名の対戦です。何の用ですか？下克上なるか？ラウンド1。対決、対決。さあ幾度となくバグ修正されてきたこのキャスター、なかなかトリッキー。立ちダンディーから、さあ相手の折り際攻撃に対して地上で立ちを差し込んでいく。ギャグ切れはガード、ペルソナで反角をしっかり取り、
減る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 。さあ奥攻め、下段下段固めて、カウンターヒット 2B で拾って、さあこれはこのスキル、ここはしっかり取っていく、パーフェクト、なかなかない。この2B がなかなか厄介、攻めの期待になりそうだが、足払いから中下段を作って緊急回避からさらに裏に回って、ここで回そう、いいから拾っていく。さあこのコンボなかなかでかい、中段ここは逆でから乗っていけるんです、こいつは。しかもなかなか体力を結構いい感じ、さあお互い確定してる、ここで槍を出していく 2B、 お互い 2B あるある。さあこの後様子見、カウンターヒット、落としてゲージがあればといった感じ、逆ギレ避けている、ワンマーバースト使って低いか、いけるのか、これはこのスキル、さあ一瞬のスキル、一瞬のスキルを使った感じ、これはお見事。いつもより銃弾をサービスしておきました。さあお次出てくるのは 1P 側ナオト、さあ 2P 側はナルカミ。なんかピカさんはチョコネタが持ちネタなんですかね。今受けて回ります、この牙城をぶち壊せるか。ラウンド1、さあやってまいりました、ナルカミ。このゲームの闇を背負ってると聞きました、主人公が闇キャラ、設置して設置して、さあ裏に回る。だがしかしナオト側は設置を盾にしていたんですが、さあ空中オリギア、ここで2B がカウンターヒットし、地上に引きずり下ろされてバーストをしてしまう。ペルソナ、さあ弾打って裏に回る。さあ結構ナオト側低空コンボ、低打コン決めていく、さあしっかり取っていく、シシ、ここは逆に、さあ 1B が長いんだ、置き攻め、さあ 2B 対空性能バッチリ、シシで落としてジャンベル広いからのゲージがあればといったところ、おお逆に逃げていく、何かが刺さってしまうと逆切れ、爆捨てしたが、これはジオが置いてある。さあ番長が一本接種、ダイランド、おっと足払いか、2B 簡単ヒット、はい、いくしっかりコンボ決めて、ここは逆切りで返していく、あれでダメなんですねなかなか着地硬直ないですね、消していく、おばんでしっかり消して、ここはダッシュで相手の隙を取っていき、さあナオトが固める、中段ガードしている、 2A かな、ジャンビーが回ってもまだいける、スライディング、さあだが依然体力リードは、さあここで番長が覚醒、相手の体力を見て、これはまずい感じ、何かが起きたら死んでしまう。さあナオトかなり体力差はあるが、カウンターヒット、シシ入れて、十文字切りからの問題ない、さあ一気にこの体力差、 SB で逃げて入った、どうする、設置して違うって、さあ壊しで暴れる、チュラッパー、戻って戻ってから狙いあるあるすぎる、なんだと残り20カード少々か、ここは銃が当たる、打ち勝った。さあ番長が闇の部分を見せたかと思いきや、ナオトがギリギリまでで頑張って11サシロンド、じゃあ A
拾えず、さあこの隙は見逃さない。結構取っていく。設置をして画面端だが、さあこれカウンターヒット銃を撃っていく。しっかり消して、さあこれ逆切れ TV でカウンターヒット、しっかり対空を取っている。これは一発で混ざってしまうとかなり危ない感じ。これ確定 TV。さてカウンターヒット、さあこれまでゲージを吐かない。恐ろしい状況が続く。さあバスが溜まる、これは両方溜まるしかない。中断がもう集中力、ものすごい集中力。さあここで金髪成功、中断成功し、このゲームの闇が出てしまった。これはひどいな。これが番長イケメンなんだよな。どうやら俺の勝ちだ。中断当たって即バーストしなきゃいけない状況そこで少しでも押すのが遅くて中文字食らって、これいい男だな。このゲームの闇は深い。さあ対象同士決定戦、相撃したいなど。主人公キャラクターがね、こんなにも闇を背負ってるのはね、なかなかないですね。ないっすね。ないですね。闇に食われろとかいうキャラクターは知っているんですが、あれの日じゃない。あれはただの中二病。始めようか。いやでもこの爆発力は面白いっすよ。すごいですね。まだ最高でも簡単に7割とか減って、あんなに追い込んで追い込んで、あんなに頑張って終わったのみたいな、そんな感じのあっけなさがある。逆転性が高いんで、P4U2 は。これが P4U2 の面白いところだと、まあ、HH さんも語ってくれました。さあ、最終決定戦。アイギス対バンチョ。ナルカビ、B カウンターヒット。シシからの、オリギア上回りジャンピーみたいなのが見えた。シシ乗っていく。さあこの距離番長強い。下に行く、立ち入れ拾って CC で締める、ヒールフレーム取って、ここは後ろ投げ、さあ1点変わる。番長が切り返すが、ビビバンのジャンエーから拾って裏回り、これは当てているだけ、コンボミス、空投げ、あれこれはジオダイ、まだ知らないか、まだ切る、しぶとい。さあどうする、おお、パリパカン、やっている太い、どうだ、あー知らない。さあ番長のジャンプへ飛んできました。これで番長がリーチ、見たってショートジャンプから上回っているアイギスがコンボ決めてる。さあかっこいい立ち回り、おーっとあそこでギリギリ出してくる。おっとこれ指導はどうなの、落としただけ、下段中段ガード。さあここで逃がしたくはないアイギス側。さあバンジョ切り返す、裏回り、これはなかなかできない。 CC からの立ち、カウンターヒットでつなげて攻撃攻め、様子見、これはしっかりガードさ、中段が当たりのゲージがあるぞ。うわーこれで死んでいく、結構減るな。やはりペルソナというゲーム、あの体力、あの緑のところ、あそこのギリギリまで残しといて一発で決めたい、そんな感じ。11、さあここで勝った方が0回戦突破という、かなり0回戦と思えないような白熱の試合。ここはカウンターヒットを取られていく、落として攻め、カウンターヒット、
ファーストシグ、この体力差。だが番長には何があるかわからない。どうだ、残らない、力強い、しっかり決めていく。さあ、ゼロ回戦突破したのは君、いい体しているね、チーム。お次行きましょう。さあ、どんどん行きましょう。北さん、ごめんなさい、見えません。イゴールの花、イゴールの花、ドリームクラブ、レジャーにて、イゴールの花。これで緊張ほぐれたら、結構いいとこまで行くんじゃないですかね、このチームは。はい、いらっしゃいます。はい。レジャーにて、はい。じゃあ、代表者同士で、じゃんけん。最初はグー、じゃんけん、ほい。バンピー 2P。2P 側。はい、じゃあ 2P 側はあちら。イゴールの花、1P 側です。壁際の台です。ドリームクラブ、レジャーにて、2P 側。先方、さあお互い決まりましたね。スタートボタン押してください。ペルソナス。さあ、イゴールの花。先方、1P 側がイゴールの花、2P 側がドリームクラブ、レジャーにて。さあ、2P 側のドリームクラブチーム、ののの、さなだ。1P 側のドリームクラブ。さあ、エリザベス、名前が出てこなかった。ここは逆切りで釣っていく。さあ、私、エリザベス使い。これは かなり見もの。ここはテーダ・サナダのワンコンボでこんなに減ってしまうよと。オキゼメ 2B。 さあ、エリザベスも 2B を振ってみたが、これはバースト1位で逆切れで画面端。これはどうする、タチ B から。さあ、これはなかなか痛いの入った。あー、コンボミス。だがしかしコンボミスったらしっかりアドリブ、バースト入っていく。ジャンシーで対空。さあ、補正切りを狙ったか、これ死んだか。さあ、エリザベスの体力は私も承知しております。すごい低いと。さあ、一日ごめんなさい、申し訳ございません。さあ、体が一歩立ち火指導に見えたが、気のせいか。 C、2C、ジャン C。さあ、いろいろやってみたものも全部届かず、立ちる、つぶらえる。テーダを通し、裏回り、これには逆ギルで対応。あと、ゲージがついる。C から2C。これどうなの？さあ、立ち入れで結局コンボにつなげて、逆ギルでカウンターヒット。メロメロ。SB 入って。おお、逆ギル、これはバーストするしかない。SB 上げ。からの 2C からの繋がらず。おーおー、これなんだっけ、ランダムアイザー。 2C 裏回り、サーチン指導。ジャンピーにまさだなの 2B が刺さり、ゲージがなくても死んでしまう。ダノス、マサオ。さあ、エリザベス、なかなかいいのを見せていただきました。だがしかし、対象戦再び会うことになるとは、また面倒が起きているというわけか。やれやれだな。さあ、ドリームクラブレジャー2点はミツルですね。イゴールの花は見つからない。ペルソナ4ジ・アルティマキス。すいませんね、銀座対策でちょこちょこ、あの大丈夫なところで止まることもあるかと思います。でも大丈夫じゃないところで止まることもあるかもしれないので、その時は、指摘にしてください。お願いします。ありがとうございます。さあ、今大会初登場、ヨウスケ。ブリリアント受けたまわりました。勝利の女神はどちらに微笑むのか。あ、米騒動ヨウスケ。なんかすんげえ。ラウンド1、
さあよし早い。ここはいきなり B で飛んできた。さあよしが